塩が足らぬと思うか。食うのはもちろんですが、傷口や仏様の清めにも入り用でして。これだけ人死にが続いては、ということじゃな。ええ、おかげで戦場病にかかる者も多うございます。そうか。なんとかして塩を手に入れねばな。
Rooftops. だから寄せつったんだけどな。まったくしつこくって嫌になるぜ。めんどくせえ。うん。おめえは豊かの衆か。いや、まあそうだろうな。風情が違え。だがどうやら同業だ。俺は黒笠の無事な。おめえは。 愛想のないこった。しつこいおってに仏頂面の忍び、アシナの連中も外で騒いでな。まったくいい日だね。お主抜け人か。まあそんなところだ。ところでよ、ちっと銭がいるようなんだが、品はあれど裁く当てがねえ。 おめえみてえなやつを待ってたところだぜ。俺の見立てによるとだ、おめえにはこの鉄線なんざ似合うだろうよ。こいつがありゃ矢でも鉄砲でもなんなら大筒だってなんとかなら。 銭がたまるまでは気が向いたら。
ものを見なかったか。この辺りに逃げてきたはずなのじゃが。おお、そいつはどんな格好だ。黒い傘じゃ。黒傘の小男じゃ。だがこの辺りを通った者はおらぬがな。タヌキか、あるいはムジナか何かと見間違えたんじゃねえのかい。で、もうよいわ。次から次、まあ、俺の見たおめえにこいつ何。あばよ。なんな。待ってましたぜ。いただいた銭を元手に品を仕入れやした。さあ買っていってください。ところで旦那。ああ。足はね、商いをもっと大きくしたいと考えてやす。このアシナはいつ滅びるかもわからねえ。いわば沈みかけた船だ。つまり成り上がる好機じゃねえかと思うんでさ。そこで一つ頼みがありやす。なんだ。アシナの侍どもが今欲しがっているものは何か探ってきちゃくれやせんか。そいつが分かればアシナの侍どもと取引ができやす。旦那は忍びだ。敵方から情報を仕入れるいい耳をお持ちのはず。ぜひお願いしやす。いやだ、サム。本当ですかい旦那。ああ、塩が足りぬようだ。なるほど、塩か。食うのはもちろん、死人の清めや怪我にも使う。戦場で死体が腐れば流行り病も道理ってわけだ。みんな塩がなくて困り果ててる。あいつは儲け時ですね。なーに、塩があれば助かるものが多い。多少高く売っても罰は当たらぬでしょう。そうと決まれば塩を工面せねば。旦那、ありがとうございます。じゃあな、ど塩がうまく、その時は。狼ど、白いよ。お前さん、何か言うか。わしが掘るほどお前それ。
そこ、それがしを。この社には現だ、そこ。また、そこ。